今日 J リーグで唯一マッチメイクされたのは3シーズンぶりとなる東海ダービーです。2022明治安田生命 J1 リーグ第10節ジュビロ磐田対名古屋グランパスのゲームをお送りしていきます。会場は静岡県磐田市にあるヤマハスタジアムです。やはりジュビロの一つの得点源となっている右サイドの鈴木優斗ですよね。彼がいい形でこう前に推進力を持って、はい、特にこうサイドだけじゃなくて、中央に入ることでゴール前で仕事できますから、あとは何といっても杉本の初ゴールが期待されますね。はい、こちらが名古屋の今日のスターティングメンバーです。 3-4-2-1 を予想しています。まあ、そういったところで少しこうミスが増えてるかなという印象ですね。そうですね、ここちょっと岩田はミスでまた名古屋ボールになりました。あ、狙ってきました。レオシルバが狙っていって、まあ、相手のミスをうまく自分たちのチャンスにつなげていきました。まあ、この縦パスのところで少しこう出して受け手の意思が合わなかったですけど、さあここうまく前を向いて松本正也、うん、いい反転から左足シュート、右足のシュート左に外れました。ソレントのボール、重なるヘディングシュートはどうだ、決まりました。先制点はジュビロ磐田に入りました。ね、あっとしかし旗が上がっている。ガッツポーズまで見せていたリカルド・グラスタですが、ここは副審の旗が上がりました。まあ、リカルド・グラスタが合わせたポジションというよりかは、その後のその、まあ、シュートコースに、まあ、ブラインドで入ったというところの判断と思いますけど。今田がだんだんと相手陣内にも入っています。さあしかし今度は名古屋落として最後は左足のシュート、いい落としから最後シュートまで持っていきました。背番号15番の稲垣のシュート、ま、マテウスの落としから、さあ名古屋もここは裏、森下がいる、繋いでチャンスだ、決まりました。背番号10番マテウス・カストロが決めました。今シーズン2点目のゴール、先制点は名古屋グランパスに入りました。前半43分、どうですか佐藤さん。まあ、そうですね、うまく大外の森下がポジション取りながらタイミングよくこのレオシルバから斜めのパスを引き出しましたし、まあ、あとはもう本当にこう綺麗に崩して、まあ、最後マテウスを合わせるだけでしたけど、まあ、一人一人がしっかりその、まあ、磐田のこう守備の陣形の背中を取りましたから。リーグ戦4試合ぶりのゴール、長谷川健太監督はガッツポーズ、そして26日に第一長男が生まれた相馬へのゆりかごポーズということになりました。藤井の対応、ただセカンドボールはもう一度磐田が拾う。ちょっと上原の戻しのボール危なかったが、もう一度前向いて自分で狙う、ミドルシュートは左に外れました。自分にもう一度戻ってきたボール、すぐに前を向いてミドルシュートを放ちました。上原のシュートです。佐藤さん、これどんなボールですかね。まあ、ある程度距離ありますし、まあ、ゴールマウスランケルもいますから、ある程度強いボールじゃないとなかなか難しいかなと思いますね。遠藤がふわっとしたボールを出す、ヘディングで落とす、ヘディングで狙っていきましたが惜しくも決まりませんでした。ファビアン・ゴンザレス、ここはランゲラックがセーブしました。まあ、非常にいい空間に遠藤ボール入れましたし、まあ、守備側からするとランゲックも出づらいですし、まあ、守備側の選手たちもこう自陣に戻りながら対応しなければいけないですから。前節は磐田は2点を取りましたが1点2対2引き分けでした。3戦連続引き分け中の岩田、さあヘッドのボール入ってきた、ニアサイドどうだ、決まった、大津が決めました。ジュビロ磐田同点に追いつきました。
遠藤の見事なコーナーキックから途中出場の大津が決めました。岩田この後半に同点に追いつきました。大津今シーズン2点目。まず遠藤のこのコーナーキックのボールの質ですよね。あと大津がこの大外からタイミングよく前にポジション取りましたし、後半の40分が近づいている中、岩田に同点ゴールが生まれました。84分です。大津のゴールで同点。そしてもう一度大津が狙う、決まった。大津今日2点目、岩田逆転。大津が右足を振り抜きました。名古屋ゴールに突き刺さった逆転ゴール。ランゲラックを壁をこじ開けました。大津これ大津も狙ったゴールの右ですね。まあ、最後少しこうリグレッションしましたけど、その分ランゲラック逆を突かれたか。いやしかし見事なシュートでした。大津のこのシュートでジュビロのスタッフ選手が歓喜に包まれました。あっという間の岩田逆転劇。あと名古屋はワンチャンス作れるか。今ここで試合終了。ジュビロ磐田今シーズンホーム初勝利、そしてリーグ戦7試合ぶりの勝利で今シーズン2勝目を挙げました。大津の2得点は見事でした。見事にジュビロ磐田は逆転勝ちで今シーズン2勝目。